モスフェット、モスフェットは、電解効果トランジスタの一種で、LSI の中では最も一般的に使用されている構造である。材質としては、シリコンを使用するものが一般である。モス FET と呼ばれたり、MOS フェットと記述されることもあり、イグフェットやミスフェットが、モスフェットと、ほぼ同義で用いられることがある。ユリウス・エドガー・リエンフェルトが考案した。モスフェットは、 通常、P 型のシリコン基板上に作成される。N 型 MOS の場合、P 型のシリコン基板上のゲート領域に、シリコンの酸化膜とその上に、ゲート金属を形成し、ドレインソース領域には高濃度の不純物を、イオン注入し、N 型、N 型の半導体にする。P 型 MOS、PMOS の場合は、P 型のシリコン基板に、イオン注入で、 N 層の領域を作成し、N 型の注入領域中のゲート領域に、シリコンの酸化膜とその上に、ゲート金属を形成し、ドレインソース領域には高濃度の不純物を再度、イオン注入し、P 型、P 型の半導体にする。過去においては、空飛ぼし層による、疑似交流キャパシターのみを持つバイポーラトランジスタや、他の構造、ヘッドと比べると、 ゲートの下に絶縁層を持つ、関係上キャパシタを構造的に抱えているために、原理的には、動作速度が遅くなる点や、トランスコンダクタンス、G が低い点などがモスフェットの課題であった。しかしながら、ゲート電流がほとんど流れないことやプロセス工程が、比較的単純であるめ、一部の高周波用素子を除き、多くのデジタル集積回路やアナログ回路に、モスフェットが使用されている。 さらに、ドレインソース間抵抗を低くできるため、特に電力スイッチング用途では、バイポーラトランジスタを代替した。近年では、ゲート長を小さくし、ゲート絶縁体の厚さを薄くすることや、SOI 技術の使用により、動作速度や GM の問題を概ね解消している。シリコン製で数 GHz の動作が可能になると、シリコン AMOS による製品領域が拡大し、 従来は高速動作用として一般的だったヒカガリウム製フェットの存在を脅している。シリコンによるモスフェット製の集積回路ではゲートは金属ではなくポリシリコン、多結晶ケ素によって形成することが長い間一般的であったがゲートにはより抵抗値の低い金属を使用したりリーク電流を減らすためにゲート絶縁体の厚さを厚くできる。 こういう電率のゲート絶縁膜を用いれば、高速動作が可能で低消費電力の高性能 IC が作れるため、米インテル社はこういう電率絶縁膜とメタルゲートとを組み合わせた新たなプロセス技術を開発し、2007年秋の45ナノメートルのプロセスルールによる製品の製造に採用するようになった。その後、高性能なデジタル半導体を製造する各社も、 同技術を開発し製造している。これら MOS と類似の構造については、シリコンマイナス酸化膜シリコンであったり、金属絶縁膜シリコンであるが、同様の原理を使っているため、一般には MOS 半導体素子として扱われている。理論的に N 型と P 型の違いは、ドレインマイナスソース間の電流に寄与するキャリアの違いだけなので、ここでは、 N 型についてのみ扱う。モスヘッドでは、ゲートと機材の間に構成されたキャパシターにより、ゲートに静電圧が印加された場合、P 型のサブストレートと絶縁層の境界面に電子を引き寄せ、ドレインマイナスソース間に反転層、N 型作り上げることで、ソースマイナスドレイン間を高コンダクタンスにする。ドレインマイナスソース間電圧が比較的低く、 ゲートマイナスドレイン間の電圧が四季値を超えている状態すなわちゲートマイナスソース間電圧から C1 電圧を引いた値より低い状態においてはこの反転層がドレインマイナスソース間にまたがりさながら抵抗そのものの働きをしこの状態を線形領域と呼ぶ図に線形領域においてはゲート電圧に比例して反転層が厚みを増すためコンダクタンスが ゲート電圧に比例して上がる。一方、ゲートマイナスドレイン間電圧が、敷地電圧を下回ると、ドレイン領域近辺に反転層が形成されなくなる、ゲートマイナスドレイン間電圧が、敷地電圧となった状態を、ピンチオフと呼ぶ。この状態、ピンチオフを、飽和領域と呼び、MOS のコンダクタンスは、反転層の長さによ、一定に決まる、図3。 この状態では低電流源として扱われる。反転層の長さはゲートマイナスドレイン間電圧によってその後も変わり続けるため、コンダクタンスもそれに応じて変化する。これをチャンネル超変調効果と呼び、バイポーラトランジスタのアーリー効果に相当する。バイポーラトランジスタはスイッチや増幅といった働きを入力電流で制御しているのに対して、モスヘッ t は 入力電圧による電解で制御している。動作のために、ベース電流が流れるバイポーラトランジスタと違い、モスヘッドのゲートには、原理的に、直流的には、わずかなリーク電流以外は、流れないため一般に低消費電力である。また、バイポーラトランジスタは、成功と電子という2種類のキャリアによる動作なのに、対して、モスヘッドでは1種類のキャリアによる動作であり、 ユニポーラトランジスタとも呼ばれる。IC 化の際、バイポーラトランジスタは、PNP、NPN という2つの PN 接合を縦方向に作り込まなければならないのに対して、モス f ッ t では並んだ両極間の上面に絶縁層とゲート電極を設ける構造なで平面的であり、高集積化するのに適する。バイポーラトランジスタでは、入出力がエミッタベース、 コレクタであるのに対して、モス f ッ t では、ソース、ゲート、ドレイン出る。ドレインマイナスソース電圧、以下 V、ゲートマイナスソース電圧、以下 V と、式値、以下 V の関係から、MOS の動作領域は4つに対別される。カットオフ、フォーミュラ1、フォーミュラ2、線形領域、フォーミュラ3、飽和領域、フォーミュラ4、ブレークダウン、フォーミュラ5、 フォーミュラ6、ブレイクダウン電圧。それぞれにおいて、ドレイン電流、以下、I は、下記のように、理論式、実験式ではないが求められている。カットオフ、フォーミュラ7、線形領域、フォーミュラ8、飽和領域、フォーミュラ9、ブレイクダウン、フォーミュラ10、主要原因の減少により異なるが、一般に、素子破壊に至るまで電流が増加すると扱われている。 フォーミュラ11、N 型 MOS の場合、フォーミュラ12、P 型 MOS の場合、フォーミュラ13、単位面積あたりのゲート酸化膜容量、フォーミュラ14、電子移動度、フォーミュラ15、成功移動度、フォーミュラ16、チャンネル超変調係数、小信号特性は等価回路上に規定された角、パラメータが、下記のように、理論式が求められている。 フォーミュラ17、フォーミュラ18、フォーミュラ19、フォーミュラ20、フォーミュラ21、フォーミュラ22、フォーミュラ23、フォーミュラ24、オーバーラップキャパシタンス、フォーミュラ25、接合容量、フォーミュラ26は固有容量を表し、その値は動作領域により、下記のように変化する。カットオフ、フォーミュラ27、 フォーミュラ28、線形領域、フォーミュラ29、フォーミュラ30、フォーミュラ31、フォーミュラ32、飽和領域、フォーミュラ33、フォーミュラ34、フォーミュラ31、フォーミュラ36、モスフェットの場合、基本的にソースドレイン端子に金属、アルミなどの配線層を接合する。その際に接触抵抗を下げる目的で、 比較的高濃度の不純物を打ち込む。打ち込む。不純物が N 型、P 型シリコン基板に対しては E 以下の物質、B、酵素などの場合、その部分は N プラス型、N ウェル。不純物が P 型、N 型シリコン基板に対しては V 以下の物質、P、リンなどの場合は P プラス型、P ウェルと呼ばれる。不純物を打ち込まなくても接触抵抗が十分に、 低い場合は不純物を打ち込む必要がなく、結果、P、N どちらにも属さない。これは、アンバイポーラートランジスタと呼ばれる。この素子は、ゲートに、マイナスの電圧、タイソースを加えてもプラスの電圧を加えても、式値以上であれば、電流を流す。1980年代中頃までのメモリ IC や、ロジック IC には、当時の集積技術の問題から、P、 N 両方を堆積することが難しかったために、抵抗などで CMOS の片側を代用した PMOS-N-MOS が用いられた。出現当初は製造しやすかった PMOS が主力だったが、後に移動度の大きい電子をキャリアとする N-MOS が主力となった。1980年代初めに標準ロジック IC が CMOS 構造で作られた。 1990年代には電気的特性がアナログでの実用レベルに到達したのとシステム LSI 等で論理回路とアナログ回路が混在して集積されるようになった関係でアナログ回路も CMOS で製作されるようになった。MOSFET のうち特に大電力のスイッチング用に設計されたものである。バイポーラパワートランジスタに比べて電圧駆動系素子であるので、 駆動回路の電力ロスが小さい。また、多数キャリアデバイスであり、本質的に高速スイッチングが可能で、スイッチングロスが小さい。しかし、耐圧が高くなるに従って、音抵抗が高くなるという問題がある。2000年代に入り、トレンチゲート、偽平面接合などの構造の工夫により、高体電圧化、音抵抗、スイッチング損失の低減を共に満足するものも、 開発された。さらに、2006年現在、調節合構造を用い、シリコンの理論的限界を超える低損失のものも開発されている。日本における、フェットの型番はというように番号が付けられているものが多い。ただし、ジャフェットとモスフェットの区別はない。今後、周波数変換、利得調整などの目的で2個のゲートを持つ品種があり。 その場合は 3SK のように3で始まる番号が付けられている。メーカーにより電流、電圧定格がわかるような独自の型番を付ける場合がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。